を否定するのは別に構いませんけど、肯定した過去があって、その次元を救うかもやったら、今回も肯定したその部分を救えません。例えば、その性別に関することでね、分かって女性やった時に愛して、それで性転換された後、愛せなかった場合に、それは関係ないけど、が男性に性転換された後に愛してしまって、その後にそれを否定したら、その部分を救えます。抜き取れませんよ、ポキッとは。そして、サザエの滅亡の奥みたいに動けなくなる。それの救い方も、アンマーを性転換されたのは、愛するしかないです。脱出できないです。サザエの奥みたいな。それが、容赦なくても人も同じです。これが今日はね、また別のテーマから見ることが言ってるかもしれない。今日はこのテーマで、このテーマね、しつこかったでしょ。ご自身ね。皆さん否定がしつこかったでしょ。あんまり大好きだけど、ご自身ね、かつての思考に対する、真思考に対する否定の気持ちが、しつこかった。感じが、適当な感じが見つかなかった。粘着質。変化。よくわかりませんけど、どういう感情っていうのっていうその表現の様子、なんだかあんな感じかなって気がしますけど、それに、ふさわしいかどうか知らないです。中国人とかはふさわしい感じをで定義評価してあげないと洗脳解除できない。うちらね、別に親のとこと皆さん演じる本当は M 資格ですけど、 M 資格まで自分解除できるでしょ。中国人って言うんです。朝鮮半島の中国人であるバクトリーの感じが完全に抜けない。自分で考えてもらいます。そういったことが恥じて思う文化になぜかまた参加したら、否定したいんですよ、否定できない。ね、出してさっき言ったことです。